おととしの福島県沖地震で甚大な被害を受けた秋保温泉ホテル左官の大浴場が2年がかりの復旧工事を終えて装い新たに再開しました。今年4月に改装オープンしたのは秋保温泉の老舗旅館ホテル左官の大浴場です。県内で最大震度6強を観測したおととし2月の地震では名取川にせり出すようにして作られた大浴場は基礎の部分から崩れ落ち甚大な被害を受けました。河川の復旧工事が終わるのを待って地震のおよそ1年後に改修工事を始めましたが、去年3月の地震で再び配管が損傷するなどの被害を受け2年がかりでようやく工事が完了しました。新たな大浴場は以前より幅広い客層へのアピールを目指し、きめ細かな泡が巻き出すシルクバスや立ったまま入浴できる深さ1メートルの深湯のほか、ミストサウナも新設しました。今までどちらかというと、比較的、アダルトなお客様にですね、ご利用いただく場面が多かったんですが、今回もう少しですね、年齢層を低くさせていただいて、結構幅広くお楽しみいただけるような、お風呂を作らせていただいたつもりです。大浴場の改装に合わせ、これまで懐石料理を提供してきたレストランも一新し、熱々の料理を欲しい分だけ取り分けられるビュッフェスタイルに変更しました。今までご迷惑をおかけしたことをお詫びすると同時にですね、皆様にやっと従来通りのようなおもてなしができるのではないかというふうに思っております。